新ニンニクを収穫しました。これからニンニクの醤油漬けをご紹介いたします。新ニンニクの醤油漬けのご紹介をいたします。まずはじめに材料ですけれど、新ニンニク1キロ、お酢滴るぐらいですから5カップくらいでしょうかね。お醤油同量です。収穫しましたら全然洗うだけで全然皮は剥きません。ただ注意点としまして、この根っこをしっかり切らない、カットしないことです。残るくらいがベストです。ここしっかり切ってしまいますと塩気が染みておしょっぱくなってしまうからです。漬け方に入ります。いいえ、並べていきます。そうしましたらお酢を滴るまで注いでください。1.8 です。約このまま酢に浸して1ヶ月から2ヶ月ぐらい涼しいところで保存してください。今がニンニクの旬なんです。で、掘りたてがベストなんです。ですから洗ってそれ水分を切りましたら酢につけておいてください。2ヶ月後にまた次の作業をご紹介いたします。ご飯のともにもお酒のともにもなります。